こんにちは。ジョイフィットゼロワンのインストラクター、佐藤理沙です。普段はボディアタック、ボディステップをレッスンで担当してます。時々、エアロビクスをちょっとやらせていただいてます。はい。今回、この動画でお伝えしたいのは、ボディアタックのニューディリス123番の魅力です。今回のナンバーですね、リサ・オズボーンさん、この曲を、ナンバーを作ってる方からメッセージがあったんですけども、 Your work, your way、 あなたらしく、あなたの好きな動きを選んでボディアタックを楽しんでください。そんなメッセージがぎゅーっと困った詰まったナンバーになっております。はい、ぜひぜひこのナンバーですね、一度は皆さんに体験していただきたいなと非常にさと思っております。ハードな一面と楽しむ一面がグッと合わさってるんで、うわやりきったっていう達成感もありますし、みんなで盛り上がった、もう最高だったな、こういう2つの局面があるっていうのはなかなか、素晴らしい時間だなと私自身やってみて感じましたので、本当におすすめでございます。では今回はこのナンバー2曲を動きお伝えしたいと思ってます。まずは1つ目、トラック3のエアロビクストラックです。60分間のクラスでしかできないトラックになってます。このエアロビクス動作では前回の曲にもあったんですけども、膝を2回上げる動作、少し弾みをつけてかかとを床につけ、お腹、胸、前向き、これにアームがつく、そしてクロス2になる、こんな動きですね。あとはエアロビクスの醍醐味、ダイナミックなアーム、この動きがついて一気に心拍数とテンションが上がるトラックになってます。このクロス2のポイントは上げて下ろす、上げて下ろす、このタイミングを急がない、1、2、3、4、1、2、3、4、このタイミングさえつかめれば、まずは膝低めの位置でも全然楽しめます。わ、テンション上がってきたな、上がってきたな、上がってきたなと一緒に膝を上げていくと、もう自然と体が温まっちゃう、そんな素敵な動きになってます。ぜひぜひまずは4のリズムを掴んで、あとはちょっとつま先をおしゃれ、やや遠くにつくと足が長く見えておすすめです。体だけは一回一回ねじらないです。膝を守るために正面を向いたまま少し遠く、こう置くだけでめちゃめちゃ楽しめますのでおすすめです。あとはもう一つ横の動きが出てきます。リフという動きなんですけども、横に足で蹴って体を運ぶ動き、1、2、3、4、4回の動きになります。4から2です、はい、横に動くときに体も少し動きはするんですけど、ここをなるべく固定して自分の下の足で蹴ってジャンプ、反対に蹴って両足で蹴っても動きやすいかなと思います。この動きがちょっと変わってくるんですね。今回は横へ移動した後にリピーターが入り、ジャンピングジャックとつながるという動きです。少し弾んで動くのがおすすめです。向きが変わります。横、横、斜め、斜め、正面、こんな動きです。横、横、斜め、斜め、前、リピーターの後にくるっと前を向きます。この足が残ってしまうので少しジャンプをしてターンするのがおすすめですね。横、横、こんな感じです。横、横、ピポットターンといって、こうつま先側の靴の裏の母子球に乗ってちょっと回るようなイメージが、軽くジャンプしていただくとやりやすいと思います。ぜひやってみてください。あともう一つですね、インターバルトラック8曲目。このトラックは今 TikTok でちょっとまた話題になってきてるという曲、
Keep on my heart 愛を叫ぶ素敵な曲です。この曲はですね、ボディアタック54番のパワートラックにも実はなってた曲で、リミックスされてるのでかなり違う曲に私はちょっと聞こえました。サビは一緒なんですけど、はい、この曲が実はアタック始めた時から大好きでずっと聴いてた曲だったので、まさかこれが来るとはとめちゃめちゃテンション上がってます。もう皆さんにも絶対8曲目1回でいいから、いやもう1回以上やっていただきたいなっていうぐらいすごい好きな曲なので、よかったら一緒に楽しみましょう。はい、でこのトラックに出てくるのは難しい動きはありません。ただアームコンボが今までの曲より明確にどこで手を伸ばしたいのかっていうのがドラムとか、バックのミュージックで出てくるので、ぜひそこに音ハメチャレンジしてみていただきたいなと佐藤は思ってます。ハメてバーンっていう音に合わせてバーンバーンバーン、これが合わさった時にもなんか私のステージからじゃないんですけども、テンションがグーッと引き上がって自然とランのかかとが上がったり、そしてジャンピングジャックのお尻が下がったり、そんな素敵な効果が現れるかもしれません。ぜひこのトラックは一度やっていただきたいので、ボディアタックの新曲ぜひお待ちしてます。はい、ということで今回123番のボディアタック新曲の紹介をさせていただきました。チャレンジングなところと、そして超楽しめるところ、全部がミックスされている生です。私も60分間今回担当するんですけども、フォーマットがある中でいろいろ組み替えてます。できるだけ全部組み替え、まあ1曲ずつとかにはなるんですけど、全部毎週ちょっと違う雰囲気をお伝えできたらと思ってますので、よかったらゼロワンの新曲来てください。お待ちしてます。